1,3,2,4 1ジジアジホスフェタンに、4ジスルフィドは P2S2 かも含む4因間化合物の一つであり、この構造を持つ化合物の多くはジジオジホスフィンイリドの発生源となる。最もよく知られている例はローソン主薬である。多くの誘導体が合成されており、無機化学者たちは FC2P2S4 を出発物質や研究対象として用いる。 フェロセニル元は赤色に着色しているため、カラムクロマトグラフィーで生成しやすいこと、電気化学的性質の検討を行うことができる、などの利点から導入されている。1、3、2、4ジチアジホスフェタンに、4ジスルフィドとジチオホスフィン入り度の平行合成法はいくつか存在するが、方向属化合物と硫化リンの旧、電子置換反応を用いるのが最も一般的である。 他に、チオールと P4S10 を用いるデイビー試薬の例が挙げられる。デイビー試薬は、ローソン試薬の P、メトキシフェニル元をチオール元で置き換えたもので、ローソン試薬よりも溶解性が高いが、悪臭を持つチオールを原料とするため使用が避けられる、傾向がある。特許及び、学術雑誌などの文献には溶解性を高めたチアジホスフェタンに、 4ジスルフィド化合物の例が見られ、それらは、ブッドキシベンゼンやニターと、ブチルアニソールなど、アニソール以外の方向属エーテルと P4S10 の反応によって合成されている。重要な誘導体として、ナフタレン1、ハチジール1、3、2、4ジチアホスフェタン2、4ジスルフィドがある。2つのジチオジホスフェタンイリドが強固な、 ナフタレン骨格によって固定化されているため、得意な反応性を示す。1、3、2、4ジチアジホスフェタンに4、4ジスルフィドと、吸覚剤、吸電子剤との反応。ジチオホスフィンイリドは、通常リン原子にアルコキシド、フェノラート、アルコール、フェノールなどの吸覚剤による攻撃を受け、リン酸素結合を含む化合物を与える。この反応は金属への配置や、 殺虫剤などの合成に使われる。1、3、2、4時チアジホスフェタンに4、4時スルフィドと、旧電子剤の反応はあまり一般的でないが、ハロゲンカアルキルとの反応により、オ様炭素結合とリンハロゲン結合を持つ化合物が得られる。それらのうちいくつかは昆虫に対して、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤として作用するが、より高い効果を得るためにはハロゲンを、 より過水分解されにくい脱力と置換する必要がある。例えば P、ニトロフェノラートと反応させ、パラジオンに類似した化合物が作られている。ドイツの特許に、1、3、2、4ジチアジホスフェタンに、4ジスルフィドとジアルキルシアナミドの反応による P、N イコール C、N イコール C、S マイナス6因間を含む構造の植物保護剤の製造がある。 FC2P2S4 及び、ローソン主役とジメチルシアナミドの反応は、実際には、蒸気の化合物のみでなく、いくつかの含むリン化合物の混合物を与えることが、示されている。反応混合物中のジメチルシアナミドの濃度により、多種の6因間化合物、または悲観式化合物のいずれかが、主生成物として得られる。加えて、痕跡量の複生物も生成する。 六因間化合物が植物保護剤として働く可能性は低くむしろ FCP が昆虫に対する神経毒として作用していると考えられている。これらの化合物のように臨場に陽原子を持つ化合物はサリン、VX ガス、ピロホスホン酸、テトラエチルなどのように臨場に酸素を持つものと比べ毒性がかなり低いことに注意する必要がある。 昆虫に対して有効なのは以下の理由による。P イコール S 化合物は哺乳類、昆虫類のどちらについても、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤としての活性が低いが、哺乳類の代謝過程は、林源種から使用性の即差を取り除く傾向を持つのに対し、昆虫類では酸化を行って、オンを酸素に置き換え、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤活性の高い、 化合物に変換する。ジチオホスフィン入り度は高い歪みを持つアルケンと反応する。例えばノルボルナジエンは FC2P2S4 と反応して PSC2 管を持つ化合物を与える。炭素、窒素、酸素など周期表で1列目の軽元素のみからなるものに比べ、硫黄やセレンなどのシゲモト素を含む小因管は快感に対し安定である。ゆえに、 p s c に関は、ジオキセタンなどより、はるかに安定である。セレン類塩態も合成されており、ウーリンス試薬が有名な例である。ゴート、金属セレンから合成され、溶解性は非常に低いが、デレクウーリンスらの研究グループによって、この化合物を用いた、いくつかの反応例が報告されている。例えばウーリンス試薬とジアルキルシアナミドの反応は2、 完成の PC2N に接算骨格を与えることが見出されている。ありがとうございます。